ライジンファイターのコーチームワン、が11月21日、ファイトクラブ、11月19日、でのヤーマン、ターゲット渋谷、バーサス朝倉美久ジャパントップチーム、戦について語った。朝倉は自身初となるキックボクシングルールの試合で 1R1 分17秒で壮絶な KO 負けを喫し、試合後に自身の SNS で引退を示唆している。コーは、 最初から言ったように、なんで受けたのかなと。格闘家って、いつも言うんですが、対戦相手にも自分にもメリットがあるのが当たり前のこと。今回は朝倉くんには全くメリットがなかった。俺が思うには、あの試合は10億か15億円くらい入るならやる意味はあったんじゃないかと思う。そういう裏の事情は抜きにして、俺は朝倉くんは男やったなと思う。 あれは言い方は悪いけど、ヤーマン君即のオナニー大会。朝倉君には何のメリットもない。それに、あの会場で試合をするような選手ではない。それはヤーマン君もですけど、そこでやって、ああいう負け方をしてしまった。もちろん本人はぐちぐち勇気もないでしょうし、僕からしたら選択をミスったなというのはありますが、何よりも一番は格闘技界を盛り上げるために、 若い子たちのためにと思って受けたんでしょう。だから俺はよくやったなと思う、と決断には疑問を持ちつつも、格闘技界を盛り上げるためという見方で朝倉を称えた。そして、俺は SNS で世話になったやつのことをごちゃごちゃ言うのはかっこよくない。義理を忘れたらあかん、みたいなことを言ったんですが、それは全国民に言いたくて。あの時たまたまルキアがアホなことあげとったけど、 あいつはめちゃくちゃええ子なんですが昔から言葉足らずで、ああいう不器用なことを言うただけ。ちゃんと話せばわかる子で、ああいう風なことを伝えたかったのではなくて。なのでそこは別に意識してなくて。ただ賛否両論あるのはしゃあない、この世の中。俺らも心得て試合をしている。でも最近は過度というか、異常な奴が多い。やっぱり朝倉くんも人間やし、 どういう意味で試合をして、どういう思いであのリングに上がって、メリットもない試合をしたか。それを考えて欲しい。それは素直に人間として思う。などと試合後の SNS での発言が炎上したアンポルキアをフォローしつつ、朝倉を非難する声に異論を唱えた。そして、だって、あれで全部のストーリーが崩れましたからね。 朝倉くんと誰かをやらせたかっただろうから、雷陣も困るだろうし、それこそ国民は平本 VS 朝倉を見たかっただろうし、そんなんもうあのオナニー大会が潰しましたからね。かといってあの大会を批判しているわけじゃないですよ。ただそれくらいのリスクがあって、彼はリングに上がった。それはなんでかといえば、若いやつらとか視聴者を楽しませるために上がったというのがすべてではないけど、 大半あったと思うそれで豪快に散ったから裏を返せばかっこいいと思う。それをごちゃごちゃ言っているやつは大なり小なりファイターたちで楽しい思いもしているわけでしょ。それをね、恩や義理を忘れて選手にバンバン言うというのはなんかかっこよくないなと。それは国民全員にね、こういう時こそ格闘技界を盛り上げるために。 プラスのことを言ってやるべきじゃないかと人間として思いますね。ファイターとしてはどうでもいい、興味ない、などと続けた。また朝倉の引退を示唆する発言については、それはエイプリルフールでしょ。あんなに豪快に散ったら、引退せなあかん、と思ってしまいますよ。ファイターってめちゃくちゃ欠けてますから、いろいろなものを。みんなに見えているもの以上のものをかけているから、 そら引退せなあかんと思ってしまうし、まう負けた時って周りが思っているより焦るんですよ。もう俺には居場所がないんじゃないかと思ってしまうしどんなスター選手でもだから彼なりに考えることはたくさんあると思う。これで彼は引退するんやと思っていてまたひょっと出てきたらそれはそれで盛り上がるんだから結果何でもいい。 ただあの試合をした意味だけは全国民に分かってほしいなというのは人としてある、と昨年4月に芦沢隆盛敗れた際の自らの状況と重ね合わせて朝倉をおもんぱかった。勝者のイヤーマントは2021年の大みそかに大陣で対戦し敗れている。MMA での再戦については、面白い。彼を成り上がらせた第一人者は僕ですから。でも、あのパンチで倒れます。 俺は全然効かなかったですけどね。強がりとかではなくて、そんなにめちゃめちゃパンチがあるとは思わなかった。金玉と頭突きがなかったら勝ってたんちゃうかなとくらい思ってるし。でも俺は腐ってもファイター。負けた相手にやり返したいと思うのがファイターですし、その道に行くのが男。もちろんオープンフィンガーでどつき合ったらいいと思いますし。ファイトクラブに行きます。 あの会場では無理やな、わら、とこちらは雷陣での再戦を希望した。工事はこの日、都内で行われた、成り上がり Vol.3 の追加カード発表会見に出席。会見には k 1グループの宮田満クラッシュプロデューサーも出席し、成り上がり v s k 1の対抗戦3試合が発表された。